2月23日日曜日祝日だ。気分全開孫悟空の今日も PON。 おっ、オラ悟空、みんな元気か。今慶はな、バンダイスピリッツに送ったジレンが戻ってきたので、その動画だ。バンダイスピリッツに送っている間、フギアのない寂しい状態だったぞ。日本郵便から2月17日月曜、オラが戻ってきた時、再配達で受け取った。送料はタダだったと。じゃあ開封してみっか。準備はでけたぞ。なんと、わざわざブリスタにフギア本体を入れて送ってくれたぞ。あと紙が数名入っているようだ。ビニール袋から取り出すぞ。このようにジレン本体のフギアが到着したぞ。こんな紙が3枚入っていたぞ。この度は弊社商品をご入手いただいたにもかかわらず、ご迷惑をおかけしております。早速お申し出いただいた品をお送りいたしますので、ご確認いただけますようお願いいたします。今後ともバンダイスピリッツをよろしくお願いいたします。だってさ、あとアンケート URL が入っていたマジンベジータにはこんなもんなかったぞ。すべてタダだった。助かったぞ。じゃあブリスターの蓋を取ってみっか。新品だ、間違えねえ。このフィルムが入っている。では腕のジョイントはすぐに取れるだろうか。取ってみるぞ。おお、今度は大丈夫だったようだ。まあ右も外してみっか。まあこちらも異常なし。今回は軽い力で腕部分を外すことができた。ちゃんとジョイント部分がくっついているだろう。折れてないぞ。では再度腕をくっつけるぞ。右側、そして左側だ。やっとまともなジレンを手に入れることができた。では本体がない、ジレンの製品に今回送ってきたジレンのフィギュアを入れてみっか。もうこれでちゃんとした
支援のアイテムとなった。オラはフギアは飾んねえぞ。基本的にフギアは集めているっていう感じだ。コレクションできるということだ。行ポン。とある方からです。通常顔とサンプル違いすぎていませんか？パッケージと見比べると分かりますが、明らかに黒い瞳部分が狭くて別の顔になっちゃっています。マジベジータと似たようなことになっていませんか？じゃあパッケージ写真と実物を比べてみっか。これが標準上底でついている A の頭部だ。見たところ同じような感じなんだが、あーオラが鈍感かもしれんな。今度はよ、 B の顔だ。最後に C の顔だ。 D の顔は瞳が赤色なので省いたぞ。動画ではよ、ちょっと分かりにくいな。写真で見てもう少し見ることにすっか。これが A の頭部だ。あ、よく見ると瞳が小せえな。でも瞳の黒い部分が小さいと言っているがよ、これはあんまり変わらないのでは？オラにはわかんねえ。 B の頭部、白い瞳はパッケージとほぼ同じだな。 C の頭部、 A の頭部のように白い瞳部分がやや小さく感じるぞ。 A から C を3つ並べてみたぞ。白い瞳の大きさの違いはわかったけんど、黒い瞳の大きさがいまいちわかんねえ。側面のパッケージで比べてみてわかったぞ。 A の頭部だが確かに黒目の部分が小せえな。 B の頭部の目の瞳も若干小さく見えるぞ。 C の頭部の黒目の瞳はパッケージ写真が小さくすぎてわかんねえ。まあでもパッケージの画像と商品とは多少異なりますので、ご了承くださいという注意書きが書かれているので仕方ねえ。しかしよく敏感に気がついたな。オラは鈍感だ。というわけで新しくジレンの本体が届いたという動画だったです。その間によタオペーペーが届いてドラゴンボールが7つ揃ってしまったぞ。ジレン本体が届いたことより写真より目の瞳の大きさが違うことがメインとなってしまったな。ほんじゃまたな。